被告人はみだりに平成25年9月29日、長野県安曇野市ニョロニョロ被告人肩において大麻である植物片 4.979g および大麻草約 13.4g、括弧茎の重量を含む括弧閉じるを所持したものであると改めるという訴因変更ですね。これで私はだから、所持で起訴されているということです。大麻の規制緩和を訴えるアクティビストたちを取り上げた動画カンナビスインジャパンを公開したのが2013年正月。その動画で取り上げた人物の一人、白坂さんから昨年のある日連絡が入った。その内容は、日本初の医療大麻を広めイベントをするから取材に来ればというもの。ここで言う医療大麻とは、大麻から生成された CBD オイルのこと。大麻には摂取することで肺になる成分 THC の他に80種類以上のカンナビノイドが含まれている。その中でも三大主成分の一つとして知られる CBD は THC とは異なり、ハイになるという精神作用が全くないのが特徴で、近年医療分野での活用が注目されている。 CBD オイルの紹介に絞って取材をしようと考えていた私たちの目論見は、イベントの翌日一転する。イベント会場を離れた私たちが遭遇したのは警察の検問。その日から白坂さんとの連絡は途絶えた。数週間後、白坂さん逮捕のニュースが新聞を飾ることとなる。現在は一旦出所し、公判に向けて準備を進めているという白坂さん。逮捕の裏側にはどのようなストーリーがあったのか、どのような心持ちで公判に臨むつもりなのか話を聞いた。裁判では戦うつもりでいらっしゃるんですよね。うん、戦うっていうか、まあ桂川さんも栽培で捕まってるんだけど、桂川さんが捕まってるその栽培してた大麻は、その俺があの頼んで栽培してたもらったもんでさ、で病人に結構撒いてたんだよね。病人にたくさんあげたりもしてたので、で俺大麻報道センターっていうのやってるからさ、こういう病気に効きますよとかっていう海外の情報とかを発信してるのね。でそれを読んだ病人とかから試してみたいっていうふうに問い合わせがあったりもするようになったので、でじゃあもうあげちゃおうと思って、で病人には対応しますって、相談乗りますっていうふうにネットにも書いてたからさ、まあいつかこういうことになるかなっていう気がしてたけど、で今世界的にはもう大麻は見直しかかってるっていうかさ、4にしましょうっていう方向に世界的になってきてるわけでさ、日本もじゃあその日本社会に無理のない形で医療大麻なり嗜好大麻なりを落とし込むにはどうしたらいいのっていうのは、その裁判の中でもそういう方向性での主張をしていこうと思ってるっていうことかな。事件の当日、白坂さんと同時に逮捕された桂川さん。白坂さんに依頼され、病気に苦しんでいる人に配る目的で大麻を栽培していたという桂川さんの大麻農園跡地を見せてもらった。15年前からあの栽培してたあの畑が私 の, あの自宅のすぐ隣です。ここがそうです。あ、ここなんだ。もうでも今これ大麻草とか見れないですもんね。大麻草は今はもう抜かれてないですね。ここには抜かれちゃったんですか。うん、警察が来て抜いちゃいました、ね、え、警察が来て抜いちゃった。抜いちゃった。それは今回ですか。今回です。あ、今回、はい、でもなんかあれですね、ここに前はすごい大麻草が育てたわけですもんね。なんかその時どんな感じだったんだろうなって。いい感じでしたよ、ね。うん、なんか寂しいですね、それ全部なくなっちゃうと。中に入ると本当すがすがしい感じがしてね、うん、いい波動がこう出てましたから。警察とかその裁判官さんと話してみて、実際もう彼らも大麻は本当にいけないものだって思ってる雰囲気があるんですかね。いや、そういう雰囲気はなかったですね。やっぱ知識としてはあの現場の警察官にしても取締検事にしても十分あの大麻のことはあの知っております。法があるというだけの理由でもってこういうことをやってるという、そういうことですね。
法がなければ鉱物はやらないという、まあ、そういう弁解みたいなことは何回も警察官から聞きましたし、本当ですか、だから法で動いてるって言ったらそれだけなんですよ。もう海外ではさ、どんどん医療的に使われてるわけでしょ。で実際楽になって病気が良くなったとかさ、はっきり言って俺の身の回りでだってそういう人たちいるわけよ、うん、もうこれやっぱり医療的に使う道は何とかしてきちんと制度化しないとさ、まずは医療的な必要性っていうのは優先度高いからさ、まずそれを何とかしようよって話だけどね。大麻取締法とは具体的にどのようなことを規制している法律なのか、大麻取締法に詳しい森山大輝弁護士に話を聞いた。第2号では大麻から製造された医薬品を製造し、または製造のため交付することを禁止すると、うん、誰かから許可取っても取らなくてもとかそういうのは何も書いてないので絶対的な禁止になります。で第3号はですね、大麻から製造された医薬品の製造を受けることと、これも絶対的な禁止になってます。この法律があるっていうことは、医薬品として効能があるのかどうかをきちんと調べることもできないっていうことなんですかね。まあ、医薬品として製造できないっていう文言がある以上、実際にまあ動物で使うことは動物実験っていうのはできるかもしれないんですが、実際に人に対して効くかどうかっていうのはやっぱりこの製造を禁止している段階で研究でもちょっと厳しいんじゃないかなというのはあります。医療的に使っちゃダメっていう文言があるっていうことは、医療的に使える可能性ももともとあるっていうこと。使われてたの戦前薬局法っていう、その日本国内で使われる薬 の一覧みたいなのがあるんだけどさ、認められてる薬の一覧ね、それにずっと載ってたの、インド大麻草とインド大麻チンキとインド大麻エキスかっていうのは喘息の薬とかっつってね、市販されてたの。昔ですか？そうそう、戦前昭和23年までかな。2014年3月現在、アメリカでは20の州で医療を目的とした大麻の販売が許可されている。処方の範囲は軽い頭痛から深刻な疾患まで驚くほどに広いが、中でもがん患者への大麻処方は広く受け入れられている。白坂さんの紹介で末期がんを患う女性のもとを訪れた。彼女は3年前に余命宣告を受け、現在は抗がん剤治療とともに食欲増進のため大麻を利用している。病気を宣言されたのがもう3年ぐらい前になるんですけど、まあ、その時余命1年半って言われて、まあ、もうそれを超えちゃいましたけどね。ちなみにがんの種類はどういったものなんですか？上行結腸がんで、まあ、いわゆる大腸がんですね、うん、で今今年に入ってから新しい抗がん剤っていうのを使ってもらってるんだけど、それが4番目の抗がん剤治療、1番目、2番目、3番目、大体どのがんも3種類ぐらいは抗がん剤があるんですよ。で、効かなくなったら2番目、効かなくなったら3番目って移動していくんだけど、私今それ4番目に来てるんですよ。だから今、最後の治療薬。もう寝る前の儀式みたいなもんかな。その今のポップさんの病状には大麻を吸うことでどういうふうな効能を感じてます？断然食欲、食欲が出るってことはやっぱりがん患者はどうしても体重が減っていくから、どうしてもね、私も前はかなりぽっちゃりだったんだけど、もうすっかりね、痩せてしまってね、もう25キロぐらい体重が落ちてるから。本当ですか？だからやっぱりね、自分でも治療してと思うんだけど、体重は抵抗力なの。それも薬飲まれるんですか？そうなんです。これはアヘンチンキ、劇薬なんですけど。アヘンってあのアヘンですか？そうです、
あの麻薬と言われてるアヘンです。それはでも病院に出されるんですか？これはもう病院処方です。あれ、私アヘン全然違法だと思ってました。日本で違法ですけど、うん、病院処方の分がちゃんとあるんです。これが原液なんだけど、このほんのちょっと、ほんのちょっとしか入ってないのをここまで、このラインまで水で薄めて使う。だからこれね、すぐ腐っちゃうの、生だから、生アヘンだから。へー、うん、アヘンって日本では違法なはずですよね。そう。でも、うん、お医者さんはそれを処方することができるんですか？そう、お医者さんは必要とあればね。で、私は必要だろうっていうんで処方を受けて、まあ、そういうものを処方されると嫌がっちゃう人がいるのね。あ、そうなんだ。あの、処方の点数表みたいなのが発行されるんだけど、そこに麻薬点数っていうのがついちゃう。で、そこのとこに麻薬点数のとこにチェックが入って何点とかって書かれると、麻薬を処方されたっていうのが分かっちゃうん で麻薬処方されたっていうのは、そんなものを使うほど俺は落ちぶれちゃいねえぞみたいな人がいて、麻薬を使うっていうのを嫌うっていう人がいるんですよ。麻薬使うと人間やめなきゃいけないっていう、なんか刷り込みがあるから。いくらそれがお医者さんっていう、まあ、権威がある人が処方してくれたものであって、うん、あっても麻薬っていうのは使っちゃならないもんだっていうのが刷り込みされているんでしょうね。この麻薬は絶対ダメ、なんでかっていうとっていう説明をきちんと持ってしてされてるものなのか、そういうのは見たことないけどね。手術の後なんかでも麻酔薬を痛み止めでたくさん使うんだけれど、あの、できるだけ使わないようにしてるっていう人が多いけど、私は痛い時はじゃんじゃん使わせてもらうことにしてる。大麻取締法の概要でさっき言わなかったんですけど、そのこの法律の目的っていうのが書かれていないんですよ。普通法律っていうのは第1条に目的が書かれてるんですね。何のための法律かと、それが書いてないんですよ、この法律は。大麻取締法の制定には諸説ある。古くから神道には欠かせない神聖な植物だった大麻。太平洋戦争が天皇の名のもとに行われ、神道と軍国化が結びついていると考えた GHQ が日本人のプライドを破壊するために制定したという説。当時ポリエステルやナイロンなどの合成化学繊維産業を成長させたかったアメリカにとって、日本の地に根ざしていた麻産業が邪魔だったからという説。だからなんでこの法律ができたかっていうのは誰もわからない。本当ですか？はい。で、歴史的に見てもそこを禁止する必要性について国会でちゃんと議論がなされたっていうようなことも、私の見る限りでは今のところ出てきてないので。もうスポイト式なんで、うん、おお、すごい色もね、うん、色もね濃いんですけど、もう直接口で、2回で30ミリぐらい。これは舌の上につけるとかしない？舌の上で少し舌全体に広げる感じ、口中に。で、できるだけ舌はあの血管が多いでしょう、広く血管に行き渡るようにっていう感じで、細かい血管からも吸収できるようにっていう感じで、うん、あ、すごい匂いが結構今します？ファッとしましたねいい匂いがしました、うん匂いはそうね、近いものがあるかな。これをその取った後に、なんだろう、マリワナを吸った時みたいな肺みたいな感覚はない、全くない、うんうん。さらに知識を深めるべく CBD に関するあらゆる情報を収集し、医療関係者や患者に向けて発信している NPO 団体プロジェクト CBD のディレクターマーティン・ A ・リー氏に話を聞いた。CBD is cannabidiol. It's a compound in marijuana that is non-psychoactive. It does not make people feel high or stoned, but it has remarkable medical benefits. It's a very therapeutic compound. It's interesting because typically
people associated appetite increasing with THC, tetrahydrocannabinol, the high causer, the part of marijuana that gets you stoned. It gives you the munchies, makes you hungry. CBD tends to have the opposite effect, and yet when a person is very ill, it tends to balance their body and give them what they need. So if the problem is obesity and overeating, CBD would have the effect of tempering that and make a person less hungry. If the problem is nausea or anorexia or something like effects of cancer, interestingly, it would have the property of increasing appetite. CBD オイルっていうのは大麻取締法をもってしても違法ではないんですかね。CBD オイルっていうものがですね、どこから取られたかによります。大麻取締法は基本的に葉っぱを規制している法律なんです。茎の部分と種の部分というのは規制されてないんですね。その成熟した茎と種。なので、例えば葉っぱの部分から作られた CBD オイルというのは大麻の製品ということになってしまいますので、それは大麻取締法に規制されてて違法になります。しかし、茎の部分、その大麻取締法の規制外の部分の茎の部分から作られた CBD オイルっていうのは大麻取締法の規制外なので違法にはなりません。もうね、食べられるっていうのは本当に違う。もう食べるっていうか、やっぱり人間は生きるってことは食べることだから、食べなきゃ何にも始まらないっていう、本当にしみじみ思ってる。だから食べられるってことは本当に強み。痛みとかがあったとしてもね、食べられたら痛みにも耐えられる。で、一応このレグラフェリニムの場合は、一応あの治験の時にはこれを飲み出した人は、プラシーボの人が150日ぐらいで、レグラフェニム使ってる人が196日の生存期間、だから一応レグラグループは200日生き延びることができる。200日って考えてみたら半年半年なんだけど、でも私は今この CBD を取って食欲があるから、絶対半年より長く生きれるっていう自信がある。絶対半年後もまだこうやってきっと CBD を持って飲んでると思う、っていう自信が私今あるもの。だから、200日だって記録塗り替えるわよと思って今思ってる。そうか。CBD の劇的な効果を感じているというポップさんだが、他の疾患にはどのような効果をもたらすのだろうか。生後3週間から転換の発作が見られ、発作が原因で重度の発達障害を抱えているという3歳の少女ユアちゃんの元を訪れた。病名は CDKL5 遺伝子変異症候群による難治性転換。国内ではたった10人しか前例がない極めて稀有な病気であるため、難病指定にも特定疾患にも指定されていないという。出産3週間目に発作が出たのか。両手両足をピクピクと突っ張ってしたんですけど、新生児のモロー反射っていうのがあるんですけど、ビクッとするのがそれかなと思ってしばらく見たんですけど、なんか頻繁に起こってきて、やっぱりおかしいなと思ってビデオに動画を撮って病院に持って行きました。1日に7回くらいにだんだん増えてきて、入院していろんな検査をしたら転換って言われました。これまで首を通る神経に電流を流すコルクを巻きつけ、脳に電気信号を送るという迷走神経刺激術や、右脳と左脳の間にある脳梁という部位を離断する脳梁離断術という脳外科の手術をはじめとする幾度の手術や治療を行うも、一向に改善が見られなかったという。二人は今回、わらにもすがる思いで大麻の持つ可能性にかけることにした。初めて生まれた子が、ね、転換って全然僕も知識もなかったし、で周りにもそんな子いなかったので、全く想像がどうならはんやろっていうのが思いましたね。やっぱ子供が1ヶ月くらいの時から、主人がいろいろ検索して医療大麻のお話も見つけて、もうその頃からアメリカ語かっていうことはずっと言ってました。そしたらちょうど CBD オイルの、そうそう、日本に11月末ぐらいに
税関通ったっていうニュースが入ってきて、そんでなんかこれ使わはった人のブログとかを見てたんですけど、この子供にまだ日本で使ったっていうのがちょっと見つけられなくて、っていうかもう最後の手段、ね、やばいな、もうここまでやったらもうとことん、もうなんていうかな、病気と付き合うっていうとあれですけど、試せるものは試してあげたいなっていう。What do people think about treating kids with cannabis? It's considered controversial because cannabis still has a bad name. You know, we still, even though Reefer Madness was several decades ago, it still lingers. We're kind of still in a hangover with the Reefer Madness and the perceptions people have, particularly with respect to children and marijuana. It's a very negative, almost knee-jerk association. But that's beginning to change. Because when desperate parents are dealing with children with these catastrophic diseases like autism or epilepsy or violent ADHD, these kind of diseases, and they try all the different pharmaceuticals that are supposed to help and none do, in fact, they even do more damage. And then out of desperation, they turn to cannabis because they hear through the internet or through another person that, God, I tried everything and this helped my daughter. So parents, desperate, reach for usually the oils now, the cannabis oils, because they're more like medicine. The children aren't taking the flower of the leaf and smoking it. And plus with the CBD, because it tends to neutralize the psychoactive effects of THC, parents don't want their children to be stoned or high. Yeah. So if they hear about an oil that's not psychoactive, that produces, at least for many children, these miraculous effects, of course they're going to try it. ご飯です。あ、すごい、ちょっといつもキャー入ってんじゃん。美味しそう普通に。ちなみにこれは試されるの初めてなんですか？初めてですね、完全に。手にしたのも初めて？そうですね、あ、こんなになってんの。うわ、結構とろっとしてんね。あ、こんな怖いわ。一滴がこんだけ。そうそうそう。これどうぞスプーンに。ちょっと味見してみて。ほんまに？美味しいないかな？美味しいんかな？美味しいないですか？甘いですね。甘いの？甘いの。ちょっと見て。そんな感じ。そうですよね。うん、下の方でね。うん、美味しい。美味しいないけど、あの、あったかい。2、3、4。あ、でも嫌かも。7滴今5滴6、7滴。最初は、あ、甘いわ。すごい、いい匂いでも。うん、7、6、今6、7いくの。なかったです、下の下ですよね。うまいこと入るかな。まあまあいいみたいで。あ、そうなんや。できれば。え、じゃあぶんって。下が下が。ええって。いいんですか。口の中に入る。そんな嫌な顔せえへんな。あ、いけそう。大丈夫？いいか。かしこまり。はい、なんかあんまり嫌がってる感じがしない。全然大丈夫やな。ちょっと飲んだかも。でもちょっとね、ちょっとね、口の中に置いておいた方がいい。あ、そうですか。そうそう、うん、普通に。そっか。もっとちょうだいかな。うん、最速やな。あれ？もう全然。CBD suppresses or inhibits an enzyme in the body that would normally break down the brain's own marijuana. We have, at all times, a marijuana-like compounds in our brains and bodies. And if there's a problem so that we have, or a person has a low level of these compounds, it could result in seizures because these marijuana-like compounds in the human body have a neuroprotective effect and are shown to protect against seizures. And if a person, for one reason or another, has low levels of their own, the body's own marijuana, it could result in a vulnerability to seizures. So this might be one way that the CBD affects
has an anti-seizure effect. This is one of the great tragedies of marijuana being illegal. Most people don't know this. Yeah. The government is not inclined to spread this information around because it calls into question the prohibition. But now it's beginning to come out, particularly with the dramatic examples of of CBD's effect on children with epilepsy. It's quite remarkable. Yeah. いちご大好きですね。好きです。いちご狩りに連れてってあげたいんです、今年は。今年こそやな。ね。さやちゃん。怖いよ。なんかでもいつもいちご食べるときちょっとトリップしちゃうな。行ってしまうな。なんで？なんか味わってはんの。元気で。この人が幸せやったらそれでいいです。元気が一番やな。健康やったらもう何でもいいって感じやな。選択肢の一つに抗がん剤でもいいし、他の民間薬もあるかもしれない、漢方もあるかもしれない、その中の一つに大麻が入っていけるといいと思う。 You know, why not try something like CBD oil first? It doesn't harm people. It might not always helpor it might not help fully, but at least it won't cause harm. 私たちはやっぱり可能性がある限り諦められない。それから約1ヶ月、ゆあちゃんのお母さん、久美子さんから少しずつ効果が現れてきたという嬉しい報告メールが届くようになった。最初は CBD の効果と決めつけるのは早いかもしれないというもの。その文面はそれから間もなくして効果を実感していますに変わった。現在夫婦は CBD にさらなる期待をかけ、医療大麻本国アメリカを訪れる計画を立てている。